こんにちは。今回は砂の上にも花は咲くファッションの舞台裏についてお話しします。青春成長ロマンスの舞台となるファッション、砂の上にも花は咲くは、主人公たちの成長や恋愛を描く青春成長ロマンスドラマです。物語の中で主人公たちのファッションが彼らの個性や感情表現に欠かせない役割を果たしています。1. キム・ベクトゥのファッション。キム・ベクトゥはシルムの神童であり、彼のファッションはその伝説的なイメージを保つためにつつましくも力強いものとなっています。主に黒や白などのシンプルな色調を取り入れ、その中に時折鮮やかな色を差し込むことで過去や複雑な感情を表現しています。これはキム・ベクトゥの内面の葛藤や成長を反映しています。 2. オユギョンのファッション。オユギョンは路地裏の隊長であり、その個性的でポップな雰囲気を反映したファッションが特徴です。カラフルで可愛らしいデザインや花柄や動物柄の服を取り入れることで、夢や希望を追い求める彼女のキャラクターを際立たせています。ファッションを通じてオユギョンの明るさや前向きなエネルギーが視聴者に伝わります。 3. ファッションの物語。主人公たちのファッションは単なる服装以上の意味を持っています。それは彼らの内面や感情を表現する手段であり、時には物語の進行や転機を象徴しています。キム・ベクトゥとオユギョンが異なるスタイルを披露することで、視聴者は彼らの個性や成長を観察することができます。砂の上にも花は咲くでは、ファッションが登場人物たちの心情や成長を映し出す大切な要素となっています。視聴者はキャラクターたちが着る服を通じて物語にさらなる共感と深みを感じることでしょう。ドラマを通してファッションの舞台裏に迫り、登場人物たちの魅力に触れてみませんか？最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。